はい、どうもこんにちは、ガロンです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、こちら新キャラ大崎美代ちゃんライバル校の、選手ですねが、実装されたということで、そちらのね、ガチャが来ています。はい、ガチャが来ていて、でこの大崎ちゃんね、8テレでもあったように、ひまわりスキルをね獲得できると、いきなりで、まあ、勝っている時っていう発動条件がもともとで、で自身の総力、超絶に上昇 と、ミートパワーが大幅っていうのが、ひまわりと言うと、条件なしで、自身の総力ミートが究極に上昇し、パワーが超絶に上昇するという感じで、まあ、純粋に、まあ、能力が底上げされるような感じのタイプの、スキルですね。はい、で今回はその30連で1回無料っていうのがないっぽいんですよね。まあ初回のみ9スター30個で挑戦できるっていうような形で、でまあスカウトチケット、まあ100連すると、まあまあ1人どちらかが確定っていうことで、はい、なんですけど、でまあそれとついでにつくもパイセンが新キャラとしてね、新進カードとして実装されたよっていう感じですね。でまあ固有スキルはそんな感じっぽいんで、他のね、才能とかを見ていきましょう。まあ、才能の方がピンクの方。走者が得点圏にいるとき、自身のパワー総力が大きく上昇。で、ショートのとき、上位打線1から5番のとき、味方全体のミートが上昇。おお、全体バフを持っている。これ強いっすね、才能。負けず嫌いの真骨頂。これいいっすね。まあ、1から5番で上位打線に置くだけで、全体バフが発動する。これ強いっすね。いや強いっす、これいやすごいいいと思いますよ。はい、でまあ固有以外はまあ果敢の非容疑とかがあったりとかって感じですね。はい、デレストが、星さんの、花属性のメニューという感じで、つくもパイセンがどうなんだ、固有、約束に向けた一歩、ライトの時自身の守備が究極に上昇、走力が大幅に上昇というような感じ。まあちょっと守備寄りの形にしてきましたね。はい、で才能の方が自身のミートを超抜群に上昇、試合中、ヒット1本以上打っている時で、足りない何かを探してっていうのが5回以降自身のミートパワーが大幅に上昇というような感じ。まあ才能の方でミートやら、パワーを上げたりって感じで、で固有の方はね、守備と走力がめちゃくちゃ上がるよというような感じですね。で SR の岩木ちゃんと、はい、でまあでこれ強いっすねみよちゃんいいっすね、全体バフ持ってるのはいいっすね。はい、でつくもかなちゃん、つくもパイセンが、出そうじゃあ行きましょう。はい、石はね195個あるんで、まあ最大40連引けるというような感じで、でまあそれまでにね、この大崎美代ちゃんが出れば、まあそこで終わりっていう感じですけど、いや前回ね、そのこちらのガチャがね、もう120連引いて何にも出ないっていう、まさかのこの葵ちゃんが2枚抜きっていうね、とんでもねえ引き、ある意味とんでもねえ引きをしたんですけど、ちょっとねその闇があるんで今回も怖いんですよね。まあもしかしたらちょっと追加するかもしれないです。はい、じゃあ行きましょう。はい、10回スカウト、まず30個目、30個でスカウトができるということで、よろしくお願いします。はい、まあね、シルエットは大体わかる多分特徴的だとは思うんで、はい、あー何もない、一発目は何もない。はい、何もないっすね。はい、だからトミーで、しのくもちゃん、いやー出るとしたらなんかつくもパイセン出そうなんですよねこれで、4野崎ちゃんで、次5岩木ちゃん、 SR かな。はい、これ新キャラかな、新キャラかな、これは。はい、新キャラですね。はい、ありがとうございます。はい、5で、6で、千葉さんで、7小麦ちゃん、はい、 SR、で8、塚原さん、塚原ちゃんで、9と、イロハス、 SR がめっちゃ出る。はい、まあどうでもいいはい、でまたイロハちゃんいやー幸先悪いなSR はめっちゃ出るけど、うわーうわーはい、で、はい、いいですね。じゃあ20連目いきましょう。
いやーなんか、はい、夕方で夜にはならず、夜まで駆け抜けてくれ頼む。はい、ダメですね夕方止まりか、微妙だなおいヒイラギちゃんで千葉さん、2、はい、3、近藤ちゃん、はい、4、花山恵美ちゃんで5、ゆかりんで6、小麦ちゃん、はい、また SR あーなんか出そうな気がないですね。 7枚目、はい、花山さんで8枚目岩木ちゃんで9枚目が天草ちゃんで10、はい、翼ちゃんでした。いやー出ないよくないっすね。ちょっとね、一回ね、あのあれ挟みましょう。スカウトチケットレアチケットガチャ、これ挟んでみましょう。はい、レアチケットガチャ、まさかのこれで SSR とかやめてよはい、あーよくないないやーちょっと残り20連しかないよ。3、4、5、6、7、8、9、10、はいはい、一回ねこっち挟んでみました特に何の意味もないと思いますけど、じゃあ行きましょう。はい、残り20連引けます、頼むよ。はい、夕方頼む、夜まで走り抜けよう。はい、走り抜けないそううまくいかないっすもんね、いかないっすね。で塚原ちゃんで茜ちゃん、今回のガチャでは初、はい、新人戦の神宮さんで3、野崎ちゃんで4、はい、いろはすで5、はい、本庄さんで6、今回では、初の、長谷ちゃんで、いくつだっけ、長谷ちゃったひかりちゃんで、お長谷ちゃんの SR、 今度はめっちゃ出るじゃん。はい、でたゆたゆで、若ちゃんで終わりかな。いやー出ないねこれは出ないね。はいはい、何も出ないっすね。でこれね、でこれで4枚手に入るんですね。はい、10回スカウト、はい、ラストっすよ。で演出ないっすねこれ、あんまり良くないっすね演出なしか最後の最後演出なしか、つくもパイセンやめてよもうで茜ちゃん、で3枚目かなこれ、はい、3で4、はい、5、あーびっくりするで6、7、はい、8、はい、出ないっすねこれは、これは出ないっすね。9、ともっち、ともっちといろはすのシルエットがね、あの時々あの似てるもんで、あの間違えそうになるんですけどね。はい、まあ出なかったですね。たゆたゆで終わりと。はい、まあたゆたゆで出て、これで終わりですね。はい、まあ何も出なかったっていうことでまあ何も出ませんでしたけど、まあちょっと追加するかもしれないし、ちょっとわかんないですね。残り60連引かないといけないわけでしょこれ。はい、では石をね、あの300個追加しまして、で残り60連ね、あの引いていこうと思います。そうすれば残りね、あのこれがね引けるんですよね、どれこれじゃない、これじゃない、これを10枚貯まるんで、60連引けば。でこれでどっちかね、つくもパイセンと、みおちゃんどちらかが確定ということで、確率2分の1なんですよね。最終的にちょっと60連引いても出なければ、もうここにかけるしかない。もう本当にもう100連引くことになりますけど、もう最悪。はい、まあ途中で出ればそこで終わりにします。はい、でじゃあ引きましょう。40連引いたから50連目ですね。はい、50連目いきましょう。はい、はい、演出は何もなし。
50連目はい、夕方で、あー何もない、くっそー何もないなー。はい、1で2で3で4で5はい、で6で7 8で9で10かな、はい、10です。はい、で50連引いて、で残り次60連で60連じゃない残り、50連ですね。はい、いきましょう。はい、まあ途中で出てくれるのが一番いいんですけどね。でもね、最終的にあれね、もうほんとつくもパイセンとか出たらさ、もう本当にショックなんだけどもう今回さ、運が悪すぎなんですよね。もう前回の平ちゃんといい、なんかね、その悪い流れがね来てるんですよね。で4で5で6で7で8で9で10、はい、鈴若ちゃん、60連目で何も出ずですね。はい、残り40連かな、はい、40連ですよね。はい、残り70連目かな、はい、70連目いきましょう。はい、うん、演出がな、何にも出る気配がないですね。はい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 、で1で2で3で4で5で6で7 8で9で10、はい、つくもパイセン、あー嫌な予感だなで残り、30連ですね。はい、30連いきましょう。はい、残り30連出る気配がないな、演出からな。あ、夕方で夜にならないですもんね。得意の夕方止まり、寸止めして終わるんですよね。はい、で1で2で3で4で5、はい、6で7で8で9、はい、で10、うーん、これ最後まで引くことになるのは残り20連ですね。はい、残り20連でございます。はい、うーん、何もない、何もないうーん渋いな、ほんと。もうね、平ちゃんので含めてもうあれでしょ、200連引いてるわけでしょやばいっすよね、もうこの確率がどうなってんだっていうはい、出る気配がない。はいはい、で岩城ちゃんで終わりで、残り10連です。はい、これで出ればもう完璧、完璧だけど夕方にならない、夕方にならず、こっちも夕方にもならない。はあ、100連まで来ちゃったね。はい、まあもう最後ラストチャンスっすよ、あのチケットで。はい、もうあれでね、つくもパイセンとか出たらもうマジでショック、本当にこれもうフラグ回収きちっとするから動画的には美味しいんだろうけどね、その方が。はいはい、で100連引いて、まあ、あのピックアップすら何も出ずって感じですね。はい、で6枚あるんで、これでね、さあもうここですよ、もうここよ。はい、どれだ、これ、これじゃない、これ、チケット10枚で、大崎つくも確定、そうですね、チケット10枚こっちじゃないですよ。はい、こっちは SR 確定。さあ、これですね、もう2分の1です、確率頼みます。大崎美代ちゃん来てくれ、頼む、つくもパイセンはいらない、本当にさあ頼むよ、もうマジで頼む、もう後がない。はい、もう SSR は確定。はいはいはい、頼むよー、マジでマジで頼みます、みおちゃん、みおちゃん、なあご視聴ありがとうございました。